これより2023年 F1 世界選手権第13戦ベルギー GP スプリントの模様をお届けいたします先ほどのスプリントシュートアウトではフェルスタッペンレッドブルが1分49秒056のトップタイムで1番手2番手にピアストリーマクラーレンが続き3番手にサインツフェラーリでした以降4番手ルクレールフェラーリ5番手ヌリスマクラーレン6番手ガスリーアルピーヌ 7番手ハミルトン、メルセデス8番手ペレス、レッドブル9番手オコン、アルピーヌ10番手ラッセル、メルセデスという状況ですリカルド、アルファタウリは11番手角田裕希、アルファタウリは16番手となっていますベルギー GP の舞台となるスパフランコルシャンは全長 7.004km レースは15周で争われますスパフランコルシャンの天候はレース前に雨が降り出してきました スタートが遅れます。現地17、12分スタート予定が、再度延期。雨が止んできました。35分スタート。タイヤはウェットタイヤ。セーフティーカー船頭のスタート。フォーメーションラップが始まりました。水煙が上がっています。セーフティーカー船頭で4周というアナウンス。セーフティーカーは戻ります。ローリングスタートしました。残り11ラップ。1ラップ。 続々とインターに交換すべくピットイン。フェルスタッペン、ルクレール、ノリス、オコン、ラッセル、サージェント、アロンソ、角田祐キ・マグヌスセンまでが10番手。2ラップ、ピアストリ、フェルスタッペン、ガスリー、ペレス、ハミルトン、サインツ、ルクレール、ノリス、リカルドまでが10番手。角田祐希18番手。3ラップ、アロンソ、スピン、コースアウト。アロンソ リタイアセーフティーカー4ラップセーフティーカー先導ピアストリフェルスタッペンガスリーペレスハミルトンサインツまでが6番手5ラップセーフティーカー戻りますピアストリ先導フェルスタッペン1番手に角田裕希19番手に下がっています6ラップフェルスタッペンピアストリガスリーハミルトンペレスサインツまでが6番手 7番手ペレスコースアウト14番手まで下がっています8ラップフェルスタッペンピアストリガスリーハミルトンサインツルクレールまでが6番手9ラップペレスリタイアハミルトン5秒ペナルティフェルスタッペン優勝2位ピアストリ3位ガスリーでした結果は次の通り